みんなこんな、こにちはツコミコミードです今日はですねあの <laughs> ちょっとハプニングがあってそれに関して文句が言いたいだけでこの動画作ったんだけどあの <laughs> まあ最近お金ないとみんな存じておると思うんですけどドラムセットあのずっと使ってないドラムセットがあってもう使ってないし,あしあ来年あの韓国にも行くしもう使わないんじゃないかと思って。 そのドラムセット売ろうと思ってあの昨日、ネットに上げた投稿してであのなんか物売るときにあんまり長くもあの待つとか宿だから結構安く売る、いつもあのすぐ人が買ってくれるようにあの安くするんでもう昨日、ネットに上げてすぐにメール切って明日に取りに行ってもいいですかってメールが来ててゴードはいいよって言っててでも明日、路上ライブ あ,のあるで金曜日で結構早めに場所取りに行かないとあのいいところで路上ライブできないだから朝の11時までお願いしますって言うといたでまあ今日の11時半にその人が <laughs> ここに着いても三30分以上遅刻なんだけどまあまあまあ,あのドラムセット買ってくれるから <laughs> でまあドラムセットあの打って全然大丈夫だったけどその人が帰る前に車の後ろに 車の後ろにワンちゃんがいた。犬がいて、で、その犬が車からバーって出て、ここ走ってスタジオの中まで行って、で、その犬は、あの、結構でかいゴール、あの、なんだっけ、ジャーマンシェパードだったんで、その犬はここまで来て、ここでうんちした。めっちゃでかいうんこして、 で、またなんか外に行った、でもうあの気づいたらもうその人はもう帰りかけてるでなんかまあ自分であの掃除しようかなと思ったんだけどそのうんちに近づいたらドロドロして匂いがすごく,すごくてもう吐きそうだったもう何年ぶりに匂いだけでう <laughs> ってなったもうなんかお腹に何か入ってたら絶対入ったあの時あの瞬間。 だからその人にあの外まで走ってその人呼んできてちょっとあのワンちゃんのうんち掃除してくださいみたいに言って,てあて掃除してもらったんだけどそれでもうあのその人朝遅れてきたのもあってそのうんちのハプニングもあって全然老中ライブの場所を取れなくて遅くなっちゃってそして全然稼げないところでバケツたたいてたら。 もうお昼ごはんしか買えないぐらいの金額しか稼げなく,稼げなくて <laughs> ちょっとなちょっとななんか安もうこん,こんなハッピニングなくてスムーズに売れるためにめっちゃ、ね、ドラムセットの値段下げたのにハプニングがあったよね <laughs> まあでも今日めっちゃ天気いいから。あの そんな機嫌悪いわけじゃないけどな。今日は。天気が良くて。ウィー。なんかもう夏が来たって感じ。で、今日まあ、バンドのライブも頑張って、その後、バンドのライブから帰ってきたら、あのー、ライブ配信やるで、みんな楽しみにしてください。ビールまだ買ってない。いいでも、<laughs> 今日の、今日のライブ配信でまた暴れるぜ。じゃあね。